皆さんおはようございます。斉良平です。今日が9月2日、土曜日ということで、大阪の方で桜庭先生とねコラボ公演なんですが、突然、まあ、出させてくれっていうなんかヤンキー兄ちゃんに一人絡まれたので初出演なのでちょっとシャリッとしてくれ。あ、すいません。なんで来ちゃけてんの。いや、なんか運気吸い取ってたの。びっくりする鳥の真似をギャーってなって鳥の真似をしちゃう。はい、すいません。ちゃんと自己紹介してくれないと。あ、すいませんでした。はい、あの斉先生の初めての登場なんですけど、はい、そうです。あの桜庭地域事務局のオノマッチスタイルジャニーと申します。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、僕が一緒にお母さんの学校っていうプロジェクトやってるんですけど、はい、お母さんの学校っていうの校長の矢部先生です。矢部です。もう人間力大学 の、 YouTube の中で何度となく拝見させていただいてますので、はい、もうぜひとも今日よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あの矢部先生はあの大島圭介さんの、大島圭介さん、はい、わかります。斉先生、大島圭介さん知ってますか。知ってますよ、それ。知ってますよ。はい、のブレーンみたいな、はい、はい、ポジショニングで、はいはい、とんでもないですけど、うん、すごいなんかお母さんたちの味方の今攻撃をやってて、はい、で今度斉先生お母さんの学校に来ていただけるんじゃないですか。はい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 、はい、オンラインイベントなんですけど、うんうん、9月15日金曜日、はいはい、であのお母さんたちにめっちゃいい、このお母さんの学校って今130人ぐらいのお母さんが所属してるんですけど、うんうん、誰の話聞きたいっていうのをアンケート取ったら斉先生の話を聞きたいと思います。ありがたいですね、うん、ありがとうございます。結構前から名前はいつも上がっていて、よく上がってるんですね。すごい人気。ありがとうございます。すごい人気。お母さんの味方と言ったら斉良平って言われるぐらい。今そうですよね。今そうです。今はそうです。乗っかってくるの。今は今はいや、かつては結構かつてはバチバチしてたって。ちょっと待って、誰とバチバチしてたの。お母さん。俺がいつの話。あ、すいません、聞いたことない。すごい若かりしい。聞いたことない。若かりしい。なるほどなるほど、はいはい、もうね、すごいニーズで、はいはい、あ、斉先生だったら僕あの連絡取れるなと思って、はい、あの声をかけさせてもらったんですよ。ありがとうございます、はい、もうなんぼでも見ていただけるので。いや、もうこちらこそです。本当によろしくお願いします。矢部先生も斉先生のこと好きでしたね。僕あの YouTube 毎日見てます。本当に本当に言ってるんですか。本当です本当です。ありがとうございます本当に、はい、ありがとうございます。いや、とんでもないです。本もあの買わせていただいて、めちゃめちゃ、うん、いやー、ありがとうございます。もうちょっと、まあ、お母さんたちだからこそできる話があるので、それを聞きたいですよ。それ、はい、あのさせていただこうと思います。うん、ありがとうございます。このトータル2時間のオンラインイベントなんですけども、なんかその中で1時間斉先生に話していただいて、はいはい、もう1時間ぐらいは、うん、あの矢部先生が質問して、はい、今のお母さんはこういうことに悩んでるっていうのを、うんうんうん、斉先生にその悩みをぶち当てていこうと思います。うわー、いや、もうぜひぜひぜひお願いします。ありがとうございます。いっぱいありますもんね。そうなんですよ。そうなんですよね。いや、本当にそうで、なんかこれなんでこんなお母さんの学校っていうやつをやってるかっていうと、うんうん、一人で悩みやすいんですよ。いやー、うん、ありますね。わかるわ。そうなんです。で今回斉先生にメインで話してほしいテーマが、運のいい子を育てる方法って、はい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 、はい、僕あの YouTube 拝見したんですけど、はい、PTA の、あ、そうですそうです、ほぼ同じタイトルで、そうですそうです、お話しされてましたね。これ PTA で話してるんですか。中身はそんなにお話されてなくて、 PTA 総会で今回九州に、うん、はい、あ、めっちゃ来るやつじゃないですか。いや、来てくれました。はい、500人ぐらいいたのかな。めっちゃすごいですね。ありがたいです、ありがたいです。はい、もうでもそこでなんかね、なんかこう、うん、運とかそのそういう占いとかっていうもの自体は本当はあんまりなんですよ。で僕あの20年ぐらい高校生の前で人権教育の講話にずっと入ってたので、それもあって、じゃあとりあえずやってみるかっていう感じでやっていただいて、はいはい、あのすごく喜んでくれました。あ、本当ですか。はい、よかったです本当に。いや、これ本当はみんな気になってると思うんですよ。特にお母さんたちって、まあ、女性じゃないですか。はい、あの興味あると思うんですよ、うんうん。でさらにあの僕自身も体感してるんですけど、運だけ良ければ、うん、正直なんかいろんな物事改善されていくじゃないですか。ありますね、はい、うん、なのであのぜひこの場は斉先生でしょうって。いや、ありがとうございます。いや、よかった。ちょっともう話したいことが溢れてた本当ですか。斉先生なんかこんなこと言うのもあれですけども、まあ、今日一つまみぐらいなんかエッセンス、エッセンスを、エッセンス、はい、一つまみのエッセンスを
うわこれね、はい、僕がその PTA 総会の時も今日大切なことは3つだけ、はい、3つだけ喋りますって言って、はいはい、喋ったのに後から聞いてくれてた人たちに3つって言ってたけど、はい、トータルで10個以上言ってました、ね、すごい溢れちゃったんですよ。すごいっすね溢れちゃいましたって言って、はいはいはい、いや運の強い子を育てる上でやっぱり重要なこと、はい、いっぱいあるんですけど、一つまみ、はい、だって本番は9月15日なんですよ。はいはいはい、はいはい、一つまみで言ったらもうキンキンで言うと、はいはいはい、あいやでもいやちょっと待ってよ今めっちゃ悩むな何どれでいこうかな、はい、そうですね10パターンあるのでそうなんですよ、はいはい、なんかもっと具体的に絞ってほしいですね運の中で。ああそうですね、あれですエネルギーっていうか元気につながるようなものがいいですね。元気に、はい、元気につながるって言ったら、はい、元気よね、はい言ってしまうとその時のね PTA 総会の時はあんま喋らなかったんですよ、はいはい、そのことは触れてないことだったんですけども、はいはい、元気って元の木じゃないですか、はいはいはい、元の木っていうもの自体はもう、はい、食事から得られるんですよ。あ食事の中でその時も触れたけど結局僕は、はい、高校生の前で話してる時に、うん、お母さんが毎朝おにぎり握ってる、うん、で弁当を作ってくれてる子の顔は言い当てられるって言ったんですよ。すごいすごいですね。手の中に込められてるエネルギーを基本的に常時取ってる子たちの顔って人相いいんです。本当ですか。いいんですよ。だから君おにぎり入ってるでしょって聞いたらそうですみたいな、えー、決しておにぎりのおにぎりみたいな顔してるじゃないんですよ。そうではなくてもう一日でも長生きしてほしいし、少しでも幸せになってほしいっていう思いが入ってるものなんで、なるほど、手って手当てっていうだけあって手の中ってすごいいいエネルギーいっぱいあるんですよ、はい、それを込める、すごいっていうのがあるんですけども、その中で実は元気っていう元の木っていうもの自体は、うんうん、もうねまんま食べれるもの、うん、その上でいい流れを常に持ってるもの、ちょっと分からないですよ。もともとそのまま食べれるもの、そのまま食べれるんですよ。調理することもすごく重要なんです、はい、でも元気と違うんです。それはもう愛情が入るんですよ、はい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 、ただこの中で電子レンジをあんまり使うなって話があって、はい、電子レンジを使っちゃうと、気が飛んじゃうよっていう人もいるんですが、一概にそうとは言わないんです。ただ重要なことは元の木の中で、うん、ああこの人流れがいいな、運が強いなって思う人たちの中で、うん、ふと気づくのは、うん、グルメなんです。グルメ、グルメ、グルメはすごいですね、うん、運の強い人って大体食いしん坊です。ああ、心当たりある、はい、心当たりあります。食べることに対する関心が強いというのは生きる気力になるので、心当たりあります、ね、これもそうですよね、はい、その中でも、はい、旬のものをよく知ってるんですよ。ああ、この時期はこれがいいよね、この時期はあれがいいよねって、うんうん、で旬のものって言ってる中で、はい、もう元気という、もう元の木っていうもの自体を、うん、つまり調理せずに食べれるんです。わかります。例えばサンマ、もう少しはサンマですよね、はい、でもサンマって焼くじゃないですか。焼きます。でも焼くことが悪いわけじゃないですよ、はいはいはい、でももう元気、元の木っていうのはそのまま食べるって言ったら、はい、旬の何が好きってわかりますか。果物。そう、すごい、すごい。そうなんですよ。だから旬の果物にめっちゃ詳しいんですよ、みんな。面白い。だから梅雨時期とかになってもう雨がじとじと降ってね、うん、最近なんか雨がですねって言ってもこの人たちは、いやー梅雨に入ったっつったら先生もう少ししたらスーパーに桃が出てきますよって。うわー面白いっすね。この時期残暑厳しい、もう毎日暑いですよねったら、いやもう暑かったら暑かった分だけもうブドウが美味しくなるんでとか。そうなんだ。実はフルーツっていうもの自体はもう本当に元素のエネルギーがめっちゃ入ってるんです、はい、だからもうよく三寒とか言って、みかんとか、はい、あとはザクロとか、まあ、ブドウとか、はい、桃とかいろいろ言われてるんですけども、はい、人の運を上げてくれる、はいはいはい、フルーツっていっぱいあって、はい、その中でもやっぱ旬のものを常に意識してっていうのが、はい、お母さんがはい、よくそういったものをこの時期になったら、はい、例えばスイカとか、はい、桃とか、はい、いつでも食べれないじゃないですか。いつでも食べれない。バナナはいつでも食べれたりするし、あるけどって、はい、旬の日本で作られてる旬のフルーツを食べる習慣があった人たちっていうのは、はい、フルーツっていうのは万能の運を上げる食材なんですよ。知らなかった。食材なんですよ。ちょっと今日は人生変わる。本当に、はい、だからそれを意識的に食べさせてたっていう人たちは、うん、あ、この時期になったらもう少したら桃だな、あ、もう少したらザクロが美味しくなる時期だな、あ、もう少したらブドウだなっていうのを意識してるんですよ、はい、そうなんですね。旬のものはその年の流れを必ず持ってきていい流れに運んでくれるっていう、はいはいはい、で旬のものは元気というのは元素のエネルギーなので、何の調理もせずそのまま食べる、うんうん、ってなってくると元気っていうのは食べることから入っていくって考えた時に、実は旬のフルーツを知ってるんです、この人たちは。うわ、これめっちゃいい。これすぐに取り入れられますし、うん、
もう今だったら何っていうのを、なんかスーパー行ったら分かりますよね。この時期ブドウですね、やっぱり。そうなんですね。だから今国産で言ったら巨峰とかもいそうですし、意外にイチジクとかも今いいんですよ。あ、本当ですか。美味しい時期です。イチジクもボーッと出てくるので。あ、本当ですよ。何しても験担ぎ。はいはいはい。ブドウって一つ草にブワーッとなるので、はい、子孫繁栄を願ったりとか。はいはいはい。もう桃はもう万能の食材でございます。あ、本当ですか。もう総裁先生、これ以上言わないでください。あ、まあ、これ以上は本番に。はい、9月15日本番はフルーツの話しません。あ、そうなんですね。それよりももっと重要な話いっぱいあるじゃん。あ、本当ですか。本当に大切なこと。そうなんですね。ありがとうございます。よかったです、本当に。ぜひ、15日、蔡先生の紹介だったら、めっちゃ安で参加できますので、はい。はい。ぜひ参加していただければと思います。はい。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日こんな感じで。はい。よかったです。あれ、したいです。あれ。せっかく予算来てくれたのに。はい。はい、なんで、はい、もう一本。よかったんですか。ね、もう一本じゃね。確かにそうですね。ね、はい、よし、まあ何にしても今日は、今からコラボ声がありますので、はい、気合入れて、はい、ジャニーさんの顔見るだけでも、はい、喜ぶ人がいらっしゃるし、あ、嬉しいですね。ね、はい、もうその上で、皆さんが初めて今回出てきてくれて、はい、なんでもうちょっと来なかったんですか。リベンジさせていただくことがあります。確かに、はい、そんな感じで、今日もガッツポーズで、よろしいですか、はい、今日ガッツポーズで皆さん送っております。はい、では、行きますね。行きます。せーの、よっしゃー。ということで、今日も元気よく、いってらっしゃい。お気をつけて。